こんばんは。長野市議会議員の小泉和馬でございます。オレンジのおっちゃん。今日も、ツイキャス頑張ります。あの、青木島遊園地のね、子供が、青木島遊園地の子供が、青木島遊園地を失おうとしてる。いいよね言ってること。正しいよねえ。そういうね、事態を避けたいと思って取り組んでいる長野市議会議員です。今日はちょっとビール飲んでるんで、酔っ払ってますから、言ってることが知り滅ですかもしれませんけれども、気がつかないふりして進行してきて、 だ思います,ね、すいませんね。本当にいっぱいあってるね。えっ、ー、とね、また例によって画面共有していきますけれども、今日ね、大きな動きも出てきましたが、それは後ほどのお楽しみということで、お願いいたします。で、今日はまず最初のニュースですが、よで、実はね、えー、っと、青木島遊園地廃止について、 説明会、なかなか長野市がやらないという中で、じゃあ、なんとかこれを裏技使ってでも実現しようじゃないかという方々がいらっしゃいまして、まあ、小泉もね、ちょっと技術的な助言とかしているんですけれども、で参加者を募集するということでございます。青木島遊園地廃止、なんと市役所課長が来てくれる出前講座。 ですね、これ出前講座っていうのは長野市の制度としてありましてこういう分野で勉強したいから先生として職員派遣してくださいって言うと派遣してくれるんですでそれを活用したっていうことですねえー、2023年2月12日ですで午前9時会場9時半開会え港、ー、北公民地港北公民館多目的,多目的ホール 口回んないね。公園緑地か子供政策から課長さんが来て公園にしてくれて、失業をとも受け付けますと。で、えっと、この入力フォームがあるんだね。新しいタブでちょっと開きますと。よっ こうなってます。青木島遊園地について、出前講座への参加申し込むということで、改正団体は青木島遊園地に関心ある人々、事務局は青木島キッズパークアットマーク Gmail.com です。問い合わせはこちらですね。で、お名前書いて、電話番号と回答を入力して、えー、まあいろいろ理解しました。チェックを入れて、 えー、朝8時半にいらしていただき会場準備など、ボランティアも募集しているようでございますね。えー、で、何かご意見等がありましたら入力して、えー、ここ送信ってやるともうそれで申し込みができるということでございます。これ、だからあれだね。貼っときますね、これね。よ、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 これね。 これあのー、あれですよ。コメントのとこに貼っときますんで、よろしくお願いいたします。あれ、61秒。次数が、余ってるうん。そうじゃあ、じゃあ、これ、これいいや。なんで、もう、じゃこれを、これ切ればいいね。コメント。はい、コメント入れときましたから、皆様も、 参加してくださいと。で、これ見るとね、なんか下の方をちょっとさっき見ちゃったんだけど、報道機関、なんか当日の取材は断り、あらあら、口 <laughs> 座内容は個人情報に触れる恐れがある、非公開、あらあら、非公開、えー、座中の撮影は禁止、あらあら、どこも、二次用禁止、ダメってことだよね。あら、なんか結構ね、ガード硬いですね長野市役所、こんなんでいいんですかこんなんでいいんですか というわけで、でね、今日入ってきたニュースですが、小泉もね、昨日もちょろっと言ったんだけれども、実はね、あ、これ、ちょっと暗いね。実はね、明るくなった。実はね、実はね、あのー、 荻原市長と区長会長が会談すると、荻原市長はそういう機会を持ちたいということを言っていたじゃないですか。なんか記者会見の時とかね。えー、で、それがい、いつやるんだいつやるんだって俺も問い合わせていて、まだですまだですまだ日程があっていう答えをそのために講演力地下からもらって、そうかいそうかい、はよしろや、みたいな <laughs>、そういうやりとりがずっと12月から続いてたんですが、 でね、俺ね、24日にも、聞いたはず、あ、25日あったかな聞いたはずなんだよね、これね、どうなってんですかつって。で、その時は、いや、まだちょっと、うん、みたいなことを言ってたんですが、実は、25日、朝に行われたんじゃないんですかっていう情報を小泉一馬キャッチしました。だけども、で、今日になってね、その1日明けて、今日になってどな、どうなのどうなのって、 やってたね。どうもね、やったみたいだってことが分かってきて、本当にね、ガセじゃなくて、やったみたいだと。市長と区長会の、その、何、ディスカッションつうか、説明の場っていうか、なんかよく分かんないけども、やったみたいだと。で、よくよく調べていきますと、まあ、某情報源からの情報では、画面共有しますね。よっ。 えー、2023年の1月25日、昨日の16時夕方、市内某所で、このね、場所がまだよくわかんないよね。長野市長、小木原健治氏と、青木島地区の区長さんたちが会談を持ちました。で、メディア市民には日程会談内容等は非公開のまま行われたということでございまして、これは、あの、ある情報によると、2月1日に定例記者会見、長野市長、小木原さんが持つんで、 そこでサプライズとして、もうサプライズじゃなくなっちゃったけど、あの、<laughs> えー、実は区長会と会談を持ちましたっていうのが出てくるみたいです。だから皆さんね、2月1日の市長会見見てる方は、2月1日市長会見で、実は25日に先月、区長会さんと、 こんなんか持ったんですよって市長が言ったら、えーびっくりしたってリアクション取ってあげてくださいね。<laughs> なんかね、2月1日まで黙ってろって、この事務方はね、言われてるらしいです。だけど、それさ、おかしいよね。あの、なんで非公開なので、複数の区長からは、青木島遊園地廃止について意見が出されたと。 で、廃止日程については見直し。つまり、後ろ倒しっていうことですよね。もうちょっとよく検討しろやと。慎重になれやと。で、あと、司法的措置の検討。これはね、あの、どういうことなんだろうかって、ちょっと俺もよくわからないけども。ええー、あのー、今となってはね、難しいよね。<laughs> ええー、だけど、そう、確認を求める訴えなんていうのはできるのかなあの、名古屋市の方で。 え、違法性がないことの確認を求める訴えなんていうのはもしかしたらできるかもしれない。そういうことを言ってるかもしれませんね。で、青木島遊園地廃止反対について、市長は方針を維持とで。いやいやいや、ちょっと区長から、複数の区長から、青木島遊園地廃止について意見、つまり批判的な意見ですよ。出たのに、市長は方針を維持。廃止するよ、と。えー何、何じゃあ、その昨日の区長と市長の話し合いっていうのは何だったの 要するに話し合いじゃないんだよね。最初から区長が言ってるように、もう廃止は変わらんと。廃止について打ち合わせなんだよね。で、その会議の場で廃止に関する地元住民に向けた説明会チラシを配布するよう、区長会に対し協力を依頼したと。で、つまり説明会チラシって、小木原市長が持ってきたんですよ。まあ、小木原市長だけじゃないけどね、部長さんたちも一緒にいたけど、持ってきたと。 まあ、どのくらい持ってきたんでしょうね。12地区ですから。で、それを負けと。で、参って、まあ、参って、やるぞと。その説明会をね。で、入場にはチラシ提示が必要で、2月11日、14日、14時から広報コミカで各会150人だそうです。うん。 で、なんか、情報だと2回ぐらいやるんじゃないか、みたいな話もありますけども、ちょっとこの辺よくわからないです。だけど、まあ今ね、新型コロナの関係で、広告公民館のその多目的ホールはね、最大でも100人っていう入場制限かけてるのになんで150人詰めちゃうのっていうのも <laughs>、ちょっとよくわかんないけども、で、150人で、だってね、港北地域って、 え広、ー、北地域だっけ秋島地域だってどっちだっけ ?1 万5千人、5、6千人いるんだよね人数的に。で、150人だから、えー、じゃセン ?1% じゃんね <laughs> 1トに説明するとこして1回あたりね。やったってせいぜい2 3、3%でしょう。で、それで、まあいいでしょうねっていうのが、あのー、長野市長、小木原健二さんの姿勢です。だからね、 あの、本当にね、区長会の区長さんたちを子供扱いですよ。で、区長さんたちがそういうふうに決定されたから、私たちは廃止するんです。区長会が廃止、同意書出したからね、えそういう重い決定だから廃止するんです、みたいなことを言っといて、区長会が責任すごいの持ってるんですよ、みたいなことを言っときながら、この、<laughs> チラシ、毎時とけって、<laughs> 子供扱い、一点手のひら返し。 おちょっとそれ、どうなのって、俺なんか思うよね。だ俺が区長だったら、いい加減にしろと、沖原健治市長さんよと。俺たち廃止、ダメだよっていうことを言ってる区長だっているじゃねえかと。なんでそれなのにあんたは、廃止の意見があっても廃止するか、廃止の反対の意見があっても廃止するから、あんたたちはいいから、このチラシ黙ってまけばいいんですみたいな態度取るの それが、都市内文献会。冗談じゃねえよ。俺はそんなことやってらんねえよ。これのまま帰出せてもらうぜっていう人が、なんでいないのかなって、いや、いないのかなって言っちゃいけない。俺だったら帰るよ、それで。席立って。本当に。ふざけんなと。自分で負けしちゃうって言って帰ると思います。なんとなく小泉さんが言うと、本当にこいつやりそうだなって思うでしょやりませんよ。<laughs> いやいや、やるけどね。 俺は区長だったらやるかと思うけど、俺は区長になれる人じゃないから <laughs>。わかりますね。はい。と <laughs> いうことで、これね、だから、まあなんていうんですかね、透明度の高い行政にもなってないし、その地元のね、意見の集約する力が区長にあるからこそ、その廃止についての同意書を重んじるっていうことを言ってたのに、いざ、 あその配信はちょっと待ってやってこと言い始めるともう聞かないいやお前らもう出したんだから。はい、もう締め切り、ここまで。<laughs> みたいな。はい、もうダメ。<laughs> みたいなことをやるのが長野市役所のやり方。っていうことなんですかっていうことで。いや、これ、どうなの今日まだニュースになってないのかな明日の新聞、どこまで書いてくれるんですかね非常に楽しみワクワクです。はい。というわけで、 うーんと、画面共有していきます。で、今日もね、信の毎日新聞が結構頑張って書いてくれまして、えー、これちょっと小さい検証ですよ。えー、長野市の青木島遊園地問題、長野市地元区長会に、えー、廃止届を要請したと。公演廃止、裏部根拠、窓中、恋の力。 週が来ましたねねじゃあ明日もう回あるってことですよ、ね、で説明とくことない実際は不要ということで何が不要かっていうとまあこのね有料記事がここまでしか見えないんだけど何がでこれ林同意書これですよ小泉さんも持ってますまあ持ってるから姉妹も持ってるんだけどこれでかすぎるみ、ね えー、区長会長ね、えー、令和4年の1月18日に出してきた区長さんたちの書類。青木島遊園地の廃止についてということで、よいしょ。青木島遊園地の廃止について、青木島地区及び各区で協議した結果、総意により廃止することを決定しました。つきましては、本年度末令和4年3月31日をもって青木島遊園地を廃止してください。 まあ廃止する権限っていうのは本当は区長会にはないはずなんですね。だからこの辺は言葉のあやこちゃんなんだけども。まあ廃止を要望するっていう程度に留めておいたい方がいいのかな。廃止について同意しますとかね。決定するのはあくまでも市役所の権限ですからね。でね、今日の品の前新聞がどういうことを言ってるかっていうと、ちょっと読んでみますね。 で、説明とは異なり、実際不要っていうのは何が不要かっていうと、これは、この、廃止の同意書なんですよね。この書面はいらないんだよっていうことなんです。でね、これ、いらないっていうふうに書いちゃうと、じゃあ、あれこれどこだっけじゃあね、えっと、そういうものなくても、闇雲に、 廃止できちゃうんですかって思わないでくださいね。そういうことじゃないですからね。あのー、丁寧な検証が廃止の決定には必要だということでしょうけれども、まあそれを決定づけるものとしては、区長さんたちの同意書が位置づけられているわけではないということを新米さんは言いたいんだと思います。で、 え、まあ、去年のね、10月、去年じゃないや。おととしの、令和3年の10月、12月に、区長さんたちが、会議持ったんですよね。その行政が、ここは廃止したいんだけどって、こうやって、こうやって押し付けていく会議が持たれたわけですよ。それで2回目の12月の時に、広幸福市長でやったんだけれども、まあ、あの、児童センターなどでね、利用しないんであれば、反映するしかないと。 いう意見。まあ一方でね、苦情で閉鎖することが前例となってしまうんじゃないんですかっていう慎重な意見もあったんですが、市公園緑地下の担当者から廃止するには区から廃止届を出してもらう必要があると。この会議の席上で説明したんですね。で、この書類も小泉は持ってます。 で、公園緑地下としては閉鎖してほしいとは言っていないと付け加えた上で、来年から地区で愛護会をお願いできないかと。まあ、つまり草刈りなんかの管理を、あの、児童センターやる気ねえんだから、区でやってくんねえかなって、そしたら助かるし、遊園地ね、維持できるんだけど、っていうことを言ったんだけど、まあ、あ地区ではやらないよと。だって児童センターやる気ねえんだから、っていうことで、区長会が廃止届を出す。 やむを得ざる結論がついたということなんですよね。で、えー、青木島遊園地の廃止についてという先ほどの文章が出てきたわけですけれども、青木島遊園地が廃止してくださいと書いてあって、まあ理由は書いてないですよね。特に。うん、じゃあ理由書いてなくていいのっていうこともあるけれども。で、死は遊園地廃止に関する規定がない。 規定を設けておらず、遊園地を廃止するのに地元区長会の廃止届は必要ない。というか、その、そもそも手続きで <laughs> 定めてないから、それがいるともいらないとも書いてないわけなんですよ。で、にもかかわらず廃止届を出してもらう必要があると説明したのはなんでなんですかとで、平沢課長、公園旅地課長は地元区長会の要望で設置された遊園地だからだとしていると。つまり、地元で設置してくださいとお願いしてきたんだから、 廃止する時も地元で、これいりませんって言ってくるのが筋じゃないって。うですね。まあそれも一つの考え方ですね。だから考え方だけれども、それは、あのー、平沢課長さんの個人の考え方ですよ。悪いけどね。で、この場合、小泉和馬としては言いたいのは、廃止手続きが決まっていないもの。勝手に長野市がね、翌朝会の書類取ればそれで廃止できるんだよって。 やっちゃうこと自体がよろしくないでしょってこと。つまり、廃止手続き必要なのは、廃止手続きをまず決めないと、廃止できないじゃないっていうことです。だって廃止のルールがないんだから。廃止がルールがないのに、なんか勝手に、あの、区長会の、区長さんの正面取ったら、廃止できるってことでいいよねみたいな、ことでやっちゃったのが手続き的にどうなのっていうことを、 新米さんは言いたいんだと思いますね。だから、あの、さっきも言ったけども、区長会の書面がなしでも廃止できますってことじゃないですよ。そもそも廃止、想定してないんですよね、遊園地と公園とか。あんまり廃止するって聞かないじゃないですか。だってこれ、この面積、この外区の中にはこんだけの遊園地や公園が必要だっていう、その一定のね、水準があるんだから、それを、 なんかすげえ満たしちゃってもう明らかに無駄があるって言うんだったらね、明らかにそういう無駄があって、いや、ここの公園の管理も大変だし、こっちにこんなに大きいのすぐそばであるかいらないよっていうことはあり得るかもしれないけど、青木島はそういうことではないっていうことをいつかツイキャスでも話しましたよね。むしろ青木島地区は都市公園がない分、 遊園地小さい公園でカバーしてるで。小さい公園もスカスカなんですよ。まばらなんですよ。だから、青木島遊園地みたいな、でかい、デカめの遊園地、ないと、本当に遊ぶとこなくなっちゃうんですよね。で広い道路またいで、向こう側に行かないと、ないんですよ、大きい公園。どうするんですかってこと。よよで、またね、えー、画面共有します。 うん。で、ちょうどいい話題提供ね、このね、K. 久美子さんっていうのは、本当にね、なんていうか反面教師として役立ってるんですけども <laughs>。ごめんね、K. K. さん、本当にね、何度も使わせてもらってありがとうね。えー、っと、青木島遊園地は広福地区が要望して、地区で管理しています。まあ、これ地区で管理していますって、そういう事実はあったのかなちょっと僕よくわかんないけども、これ猫市さんの、 お地元区長会が公園廃止を要望することはありません。まあ、普通そうだよねってことを言ってるんだけども、これに対しての反論ですね。えー、っと、で、誰もが知っていることですか青木島遊園地は広報地区の区長会が廃止を決定し、長野市はそれを受理しただけにすぎません。これ、だからね、ちょっと誤解があるよね。さっきね、確かに廃止については、 決定しましたっていう言い方してるんですよね。区長会が決定したと。だけど、長野市の施設だから、廃止について、その、地元のね、自治組織が決定するってことはありえないわけですよ。で、長野市はその、区長会の発を、廃止を受理しただけに過ぎない、受理しただけに過ぎないっていうのはありえないですね。受理した上で、廃止を決定するのが長野市っていうことです。 これね、言葉面のことだけれども、行政としては、あの、行政の管理する施設を、地元の区長会の廃止を決定するってことはあり得ません。決定っていうのは、もう,こう行政的な決定の話になりますからね。この場合、行政の施設の話ですから。で、あのー、さらに言えば、工具地区の区長会の廃止を決定したって言うけれども、それは、手続き的にはそういうことは決まってなかったんだということですし、 あの、さっきも出てきましたよね。あの、追い込まれていくわけじゃないですか。もう自動センターじゃ管理できないから、ちょっと地元の方で頼むぜ。だって地元の方で頼むせばいいけどさ、自動センターが使わないで、この公園だって使いづらいのに、ど,どうして俺たちに管理持ってくんのお前らで管理しろよって言えばいいのに言えないから、じゃあ廃止だねって、そういう非常に、 なんていうか、従順だよね、長野市の方々ってね。小泉みたいに、冗談じゃねえよって、単価切りゃいいのにって俺思うけどな、それ俺間違ってんのかな <laughs>。単価切れないよね、みんなね。で、ちょうどね、あの、ま、ケイクミオさんがいい検討材料というか、この反面教師の材料を出してきてくれたけれどもね。 そうじゃないんだと、いうことですよ。でね、あのー、本当にね、このままだと長野市は、やべえんじゃねえのって、だって長野市長の小木原さんがさ、区長んとこう話言って、いやいや、お前さんたち、話聞いてやるけど、結論変わんないんだよって、 前から言ってたけど、本当にそういうことやっちゃって、それどころか、まあ、結論変わんないから、あらかじめこれ <laughs>、チラシ持ってきたからさ、これ、これ、まいてくれや、これっ、つって、はーい、みたいな、はーい、みたいな、はい、これ、これっ、つって、それってどうなのって思うよね。で、日程も,も決まってるから、2月11日だからさ、まいて、まいて、これ、お願いねっ、つって。 そこは立ち止まって考えるべきだっていう区長がいたんなら、そうすればいいじゃんね。そうしたって何の罰も当たらないよね。で、廃止っていう結論になっちゃうかもしれないし、ならないかもしれない。うん、で、ちょっと時間延ばすぐらい。いいんじゃないので、これね、本当に、うん、あの、小木原市長に失望したっていう声、 しか聞こえてこないんですよ、この件、はっきり言ってね。いや、受け村市長、大したもんだよって、あの、一人の意見で廃止して、一人の一回のね、一回の苦情で廃止して、で、一回しか、その苦情に対して、交渉もしないで廃止して、いや、そのね、撃 <laughs> て前。大したもんだよなって言ってくれる人、残念ながら一人もいないという現実、市長は本当に理解しているんだろうか。 裸の王様なのかしらって俺、本当にね、心配しちゃうよ、市長のこと。で、このままだと市長はまあどうでもいいよ。長野市民が損害不利益を務のことになりゃしないですかあの、長野市、出せよなと。な <laughs> んでそんな理不尽な市長を選ぶんだ、言うことを聞くんだと。地元の自治会もどうしてそんなことをほっとくんだと。 言われませんかそんなところに嫁はやれないとか <laughs>。そう、嫁はやるとか、それもちょっとまだ、あれですかね、問題ある表現なのかな今時は。そんなところにお嫁に行けない。同じだね <laughs>。そんなところに引っ越してって子供を産みたくないとかさ、そういう長野市になってっちゃうんじゃないのだからシティブランドとかさ、今一生懸命やってるけど、子供の遊園地を一人の一回の 苦情で、してで4500の署名が集まって、で、区長も、いや、それやっぱダメだって言ってるのに、いやいやいや、もう決まったからはい、潰しますって。本当にいいんだろうかって、小泉なんかは思います。んでね、本当にこれ、あの、新しい団体どうするつもりなんですかね、その小島さんの署名運動から割って出た、 なんだっけ住,住民有志の会地元のね金田さんって方がヘッド務める方。ええー、と、なんかね、市長が動きがあるみたいだって、この急遽の電撃コソコソ訪問を察知してその前に要望書出したのはいいけどもさ、要望書聞かなかったらじゃあどうするのってとこまで考えていらっしゃるんだろうか ま、サズやね、共産党の方々はいい知恵つけてくれるんだろうと思うけども、これで終わりってことないですよねこれで終わりなのンとしちゃうの俺はいらない俺はまだ戦うよ。俺は、その青木島の人間じゃないけど、こんなこと日本中に恥ずかしいし、長野市の恥だよ。こんなことそのままでいいわけないじゃんね。俺は戦い続けます。そんなものを後ろ指支えたって、あいつは選挙のためにやってるんだって言われたって、 あいつはとんでもねえやつだって言われたって、俺は戦い続けるよ。本当に。遊園地がさらちになってね、あの地主さんに引き渡される時まで戦い続けますよ。だそうじゃないと、長野市民が全国から舐められちゃうよ。<laughs> 全国から舐められないように体張るのが、長野市議じゃなくて長野市長の仕事じゃねえんすか。 ね、本当に長野市に住んでてよかったなと思える長野市にしていきたいで子どもたちもね守っていきたいどうかね青木島と子どもたちのこと忘れないでください皆さん応援をお願いいたします小泉和真でした。ありがとうございま